どうもこんにちは、はじめまして、ジャンスと申します。今回はですね、関西に行ったら一度は絶対に乗ってほしい列車というものを僕から自分に紹介しておこうと思います。多分今回が初めてオール生声で撮った動画だと思います。じゃあその列車に、まあそろそろあと5分ぐらいで来るんで、その列車に早速乗車していきましょう。今回紹介した車両はこれでした。新快速。2010年製の車両です。じゃあ早速乗車していきましょう。車内には豪華な転換クロスシートが並んでいて、全然疲れを感じなさそうな感じがしてる。多分5分ほどで新大阪駅に到着。この駅は東海道新幹線や山陽新幹線が通っていて、利用者が結構多い駅なので、このようにたくさんの人が乗り込んでいきます。この新大阪を出るともう130キロで行くと区間に入ります。ここから高槻まではノンストップで、その次の高槻行った後も京都までノンストップです。乗車により車内の空気を入れ替えておりますが、車内のカーナビの方が大阪東線です。皆様のご理解とご協力をお願いします。奈良方面を向かってする列車もありますね。特急サンダーバード号は一言で言いますと化け物です。長岡京を過ぎたあたりからこのようにたくさんの電車が並ぶ車庫が出てきます。これが有名な向こう町検車区ですね。ここに入っているのは、まあ、運用を失った車両とか、まあ、特急車両とかたくさん止まってて、まあ、僕的には嫌いですけど、まあ、他の人はどうか分かりませんが、まあ、そして新幹線の東京が近づいてきたらもう京都です。京都に到着です。おあそこに205系いる。この後新幹線は東海道本線を北上していきまして、米原方面へ向かっています。今回の動画はこちらここまでです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどもしてくれれば嬉しいです。じゃあね。